くるカウント2球三遊間流しました。さあ大城は三塁を待ってホームを目指して帰ってきます。4番の吉田正尚惜しかったタイムをうまく打って第1条これも長打でありますベースダイレクト。大城は三塁を回ってホームに帰ってきます。当たりが良すぎました。吉田はシングルヒットセンターへタイムリーヒットになりました。クリーンナップの役割を見事に果たしています。ライトに上がっている打球は伸びていきますが、ライトオフェンスダイレクト。吉田正尚は二塁に向かいます。ライトへ飛ぶ右中間だ。越えていきました。中川三塁回る。ホームに帰ってきました。ホームイン。4番の吉田もタイムリーヒットを放ちました。出ましたけどもね。ここは初球はライト前でした。アウトからランナー一塁です。今シーズンは今日の2本のヒットを打ってセンター下がってフェンス越えていきました。センターです。この綺麗にしかしこの吉田正尚だけは3試合すべて二塁まで向かっていく。タッチはどうだ、セーフ。ライトへもう全く気分なく動かす。ライトスタンド中段から上段初球